ビッグ T さんについて、どんな友人で、どんな方ですか？いやーもう、なんだろうな、当時10年ぐらい前なんですけど、もう本当によく可愛がってもらってて、で、もう、なんだろうな、やっぱ責任感強い、リーダーシップのある人だったのかなっていうふうに思いますね。よく本当可愛がってもらいましたね。でもだから、てるくんが、ビッグ T さんが、亡くなられる前に、当時付き合ってた方に言ってたのは、俺子供生まれたら、これも本当、ちょっと熱くなっちゃうんですけど。子供生まれたらバタルって名前つけたいんだよね、みたいな。まあ、こととかも言ってくれてて。すいません、ちょっと熱くなっちゃった。思い出して。ありがとうございます。